暗号ジャーナリスト木下雄二の「週刊送り人皆さんこんにちは暗号資産ジャーナリスト木下,雄二の週木下雄二です、えー、今日もですね「週刊送り人と」楽しく送ってまいりたいと思いますのでどうぞよろしくお願いいたします まずはです、ね、このスタジオ内のです、ね、コロナ対策についてお伝えさせていただきます。えー、もうですね、えー、緊急事態宣言は明けたんですけれどもコロナ対策はぜあのここばっちりやっていますので、えー、基本的に私たちはテレビの消毒、えー、それから検温もしてからこのスタジオに入ってきていますまさ,さらにですねこのスタジオ内は毎回、ですね収録の度にマスクをつけたスタッフさんが消毒作業をしてくれているというところとあとはですねこちらスタジオ内は常にですねトレイルというですねオゾン発生装置 が、えー、回っておりますすなのでですね、えー、オゾンで余計なですねウイルスを除菌しているという状況になりますので、えー、ぜひです、ね、皆さん安心してご視聴いただければなというふうに思っております。はい、えー、です実はですね今日はですね非常に記念すべきもうお花があるともうお花を置い,て置いちゃうぐらいですね今日は実は特別な、えー、日でございまして実は、えー、この、えー「週刊お送り人りですねこの10月で1周年。 を迎えることがでできましてですね、えー、去年の10月12日からですかね、えー、この番組が「えー、この鳥越アズリ FM」という曲がです、ね、10月10日に、えー、開局しましたのでその2日後からですね、えー、僕自身が番組をここで持たせていただいて、まあ、この、まあ、10月4日なんでね今日はね、まあ、そういった意味では、まあ、8日ぐらい足りないちょっと足りないんですけど、まあ 1, 年1周年経ったという形になります。で えー、ここでですねすまたもう一つ、えー、重要なお話がです、ね、実は今日で、えー、一旦ここを卒業するという感じで実は、えー、最終回ですかねそのシーズン1といいましょうかね暗号資産ジャーナリスト起動して度集会を送るシーズン1「鳥小屋数理編は」はあのーまあ、最終回を迎えるという形になりますので、まあ、そういった意味ではですね非常に感慨深いともう本当にですね、えー、この1年間何があったんだろうかとか っていうところも含めてあとはこの、えー、実際この「週刊送り人と」いうこの番組をやってきてどんなことが起きたのかみたいなところをまず、えー、お伝えしていきたいなというふうに思っておりますはい、その後スペシャルゲストが今日来られるのでちょっとそれもぜひ楽しみにしていただければと思いますはいありがとうございますではですね、えー、まず、えー、この「週刊送り人と」もともとですねどういうスタ,あのスタンスでやろうかと思ったのに に関してなんですけど、えー、ちょうどですね仮想通貨が去年、えー、40万円から400万円今だとビットコイン500 550万円ぐらいかななってるんですけれども、まあ、この1年間で10倍をつけるぐらいの上がり方を見せたのがこの2020年でした。で2020年の秋口ぐらいにですね、えー、僕自身も次のチャレンジがしたいなと。 投資家だけではなくて、えー、次のことがしたいなと思いながら、えー、いろいろ考えたときに、えー、こちらでですね番組を紹介されまた持たれているですね木村さんという方々からですね、えー、お話をいただきまして、えー、去年の8月か9月ぐらいかなお話いただいて、えー、この番組を10月から開局するということで持たせていただいたという経緯になります。でで持ったたにですね何か面白いいことしたいなとしな えー、僕自身がラジオパーソナリティをやるのが確か56年ぶりぐらいにやるので、まあ、そういった意味では何か、えー、新しいことをやりたいな今まではずっと、あのー、出版を僕は出版プロデューサーでもあったので、まあ、出版と、えー、その書者,者の方とか本に関してラジオ番組でお伝えするっていう番組だったんですけど、まあ、僕自身は投資家になってしまったのでじゃあ今度は。 ラジオ放送を通じて、えー、皆さんに、えーまあ、ある種、えー、投資の情報としかもあの仮想通貨暗号資産の情報を提供できたらいいなでさらにはですねその情報から、まあ、いわゆる送り人っていうところですね、えー、まあ、あのー まあ、死んだ人を送るんじゃなくて、えー、実際に、えー、自分の資産がですね、えー、億を突破する何億円っていうのを突破するというですねその億単位を稼ぐそういうですねなんて言ったんだろうなんか億万長者みたいな仮想通貨なの億万長者目指そうみたいなそういうですね、えー、人たちのために番組を作っていきたいしそういう人たちが配出できたらいいなというところで作らせていただきましたでこの1年間やって「週刊送り人」で「送り人を作りたいな」みたいに言った「僕本人はどうやねん」みたいな。 とこころはあるんですけどこれね実はあのご想像にお任せするというか僕の今後の行動を見ていただくとすごく分かりやすいと思います。あのこの番組のおかげでですね僕は去年よりもあの全然大きな成長と大きなビジネスをさせていただいているという状況になっているので、まあ、そういう意味では、えー、この番組は本当にすごい成功体験になっています。よくあの ラジオ番組であのじゃあラジオってね例えばそのお金持ちだったり何かしら、えー、自分のこと PR したい人たちがあの、まあ、その広告費としてやるみたいな,で、まあ、そのなんあとは自己顕示欲とかあと自己満足でやるみたいな。 も結構やっっぱいらっしゃると思うんですけど、まあ僕も結構自己顕示欲とか自己満足とかっていうところが結構求めるタイプなのでまあそういった意味ではあその辺りでも十分あの満足をいただいてるんですけれどもまあ実際ラジオ1年通じてやってみてですね非常に良かったのはあの本当にここでお呼びするゲストさんたちですねあのこのラジオを通じて実はこのラジオ空間っていうところが 非常にえビジネスにとって重要な場だったということに、えー、この1年やって気づきました、えー、僕自身がこの1年間このラジオがなければおそらくねあんまり成功はしてなかったらというか今のような自分ではいられなかったんだろうなというふうに思っています あのこれ1年前は遡るとまず、えー、去年の10月4日この収録、まあ、今、今日放送所の16時4日になるんですけれども、まあ、こちらをご覧になられる方はですね、えー、10月の第3週以降です、ね、にご覧になると思うんですが、えー、2020年の10月4日、去年ですね、それは僕にとってですね、非常に何、あのー、て言ったらいいんだろう歴史的というか。 人生が変わっったた日ででで、もあったんですねで。その1年後の今日にですね最終回を迎えるこのラジオっていうのは非常に縁を感じるんですけれど何かっていうと僕初めて、えー、公演で、えーっとまあ、目の前で800人の人がいてでさらにズームで、えー、コロナだった Zoom で、えー、3,000人かな だから約4000人ぐらいの方の前で、えー、登壇するとで,で、1時間以上喋るというですね、機会を講演家としていただきましたで、あのー、話が上手だから話してほしいってい当時僕自身はですね、そんな話上手と思ってなかったんですねどちらかというとラジオパーソナリティーやった時代も引き出すのは好きだと。 誰かからこういうの聞いてでそしてその人の持ってないところを引き出すのが好きで,でラジオで「あれこれどうですか?」って聞くのが好きだったんですけど自分一人で話すってことに対してはすごく不安もあったんですけれども、まあ、それでもですね、えー、2020年は春先ぐらいから仮想通貨のお話をさせていただく機会がいただきましてで2020年のちょうど秋ぐらいはですねもう結構それが評判になってきたというところもあって、まあ、そういう大役に抜擢いただいて。 でやらせていただいたんですけれども、まあ、そのおかげでですね、まあ、あの多くの,あの反響やっぱり Zoom の世界もあるので Zoom ってオンラインじゃないですかでオンラインだとみんなその場でネット検索とかしやすいんですよね。 でそれもあって僕の LINE のオープンチャットですねあのー、まあ要は Facebook のコミュニティグループとかあとは Telegram のグループとか多分皆さんそれなりにえグループまあ LINE やってる人はほとんどいると思うのであのグループとかオープンチャットって言ったら分かると思うんですけれどもあのー、僕自身のオープンチャットが1000人だったのがですね4000人まで膨れ上がってで、さらにもうそこからあのー、じゃあ もっと僕自身に対して興味ある人っていうところでオープンチャットをもう一つ別で今作ってるんですけどそっちも1000今400人ぐらいかないてくださってだから今4200300人のオープンチャットと1200人のオープンチャット、えー、これ両方とも、えー、暗号資産のことでいうあの運用させていただいているという状況になるんですけどこれねあのー、本当にすごくてあのその10月4日から僕自身が、あのー、ドンって1つ なんて言ったらいいんだろう、暗号資産業界で、まあ、インフルエンサーというかねちょっとあのまあこいつが何か言ったら何か少し動きがあるぞみたいなあ人間に慣れてきたっていうのがまあその10月4日を皮切りだったというところもあって、まあ、非常に何、えー、て言うんだろうこの1年間は大きくありました。というのがやっぱりこの暗号資産というかこの金融的な部分っていうか、まあ、お金の話をするって お金に対してその何か広げる側というか宣伝するというかまあ発言権が強くなるってなってくるとまあ基本的にはですねあのあんまり、えー、いい評価をもらうところもあれば日本人って基本的にお金に対しては、まあ、ちょっとねあの主戦度とかあの銭ゲバとかいろんなね言葉もありますどあんまりいいイメージ持たれない方もいるのでまあなんだかんだ言って詐欺師だなんだとかいろいろ言われるわけですよね。ででそういういいアンチも湧ててきてで 方やす、えー、すごくですね僕自身に対してあのポジティブな形で受け入れてくださる方応援してくださる方も同数というよりは応援してくる方がだい大、えー、っと5人いたら、まあ、アンチが1人かなだいたい10人に1人ぐらいの確率ですかね、まあ、でも全然です、ね、応援してくる方の方が多くて、まあ、非常にこの1年間ずっとやり続けてこられたのも、えー、そういった方々のおかげですが、まあ、やっぱりね あの人間って悪いあのものに対して感情を引きずられるんですねい,いニュースと悪いニュースがあったら悪いニュースって8倍ぐらい効果があるっていうふうに言うところもあって、まあ、そういう意味ではあの人数比で言っても、まあ、同数ぐらいの影響力が自分にあってですね自分はこういうお金についての話をし続けていいんだろうかだとかこの番組やっててどうなるんだろうかだとかすごくですねこの悩みながらあのこの、えー、1年間やってきました。 本当にそれまでは出版書籍なので本ってやっぱり作ってるだけでみんなすごいってまあほぼまあよっぽど偏屈じゃなければ100人中100人が本ってすごいよねでもビットコインって言った時にもう、まあ、100人中100人がいいよねとは言わないですよね、まあ、何人かはなか詐欺でしょ危ないでしょとかっていう話になると思うので、まあ、そういう意味では、まあ、そういった、まあ、ネガティブ要素今まではなかったネガティブな部分っていうのも受け入れながらこの1年間 あのそういう人たちも見ながらあと自分自身も葛藤しながらやり続けた、えー、約1年間でしたね。ただ この1年間の中で、えー、何がすごく楽しかったかっていうとやっぱりねこのラジオを毎週やり続けるというとこですね。あのー、この番組、えー、毎週月曜日に放送させていただいたんですけれどもあのもちろん、えー、たまに日本撮りとかしてね、あのー、どっか出張があったりとかすると日本撮りしてたんではですけどやっぱり毎週、えー、誰かしらゲストさんが来てくださってですねで収録して放送してると、あのー、習慣化してくるんですねでこれが大事、あのー、ほんとね。 なんでお金稼ぐにしても、あのーまあ、趣味でも何でもそうなんですけど必ずこの日に行くみたいなこれって本当、あのー、人間にとって重要なんだなっていうのをすごく実感しましたやっぱ嫌ななな時ででも行かなきゃいけないけんですよあの例えば、あのー、自分がねあの投資でうまくいかなくてあなんかちょっとすごい損しちゃったよみたいな日でもラジオ放送があったら「はい皆さんこんにちは」とかやってるわけですよね。 でこれがやっぱりね良かったんですねあのこの1年間あの毎日か毎週月曜日に必ず何かしら元気な自分でいなきゃいけないっていうところであのやっぱり気分っていうのはそうですしある種あの安定したテンションでいられたっていうところがありますあのなのであのラジオのこの良さあのまあ テレビ番組をね持つって言ったらすごくお金もかかるしあともともとねテレビも今はね大変な時代になっているのでなかなかね一般人は持てないと思うんですけれどもこのラジオっていうのは比較的まあちょっとトライする何かしら新しい自分を見つけるっていう意味では非常にトライしやすい、えー、まあある種は投資でもあるしあの試みでもあるなっていうふうに思うのでぜひ、まあ、ですねこのラジオは皆さんあのー、この毎週あのライアルラジオはね 挑戦していただきたい。あの一ヶ月に一回だとなんかね足りないんですよね。あの僕自身も優先っていうラジュあのラジオ局であの二、ー、年間ぐらい、えー、毎月一回だけ、えー、ラジオ番組持たせていただいた時期が二千十二年10えっ、ー、と十年前ぐらいありました。ただねやっぱ一ヶ月に一回だとなんか刺激が足りないんですよね。で毎週だとやっぱ大変なんですよ。毎週ねあのー、自分一人で話せる あの研究者の人とか話題を持ってる方だったらいいですけど僕なんて薄っぺらいんでぶ <laughs> っちゃけあの自分で毎週は一人で話しきる余裕なんかないとそんな時にやっぱりゲスト呼ばなきゃいけないんですけどやっぱゲストさんを毎週用意するって非常に大変だってとこともあってでもそれも含めてやっぱこのやっていた1年間の間でたくさんのゲストの方に来てだいてその方々からいただく刺激って非常に面白い。 でまず最初このラジオをやったらいいよっていうのはこの1週間毎週毎週やっていくっていうことの大変さとあとその習慣化そしてそこでえ常に自分の気持ちを安定させることができるっていうのは非常に面白いのでえまずは皆さんあの気分が落ち込んでるとか何かしらちょっと人生に荒波が立った時これちょっと感情起伏激,激しくなりそうだなみたいな時はラジオやりましょうこれね鳥越さんで是非あの毎週枠でラジオやってください。あのね 本当にあの毎週学取れるラジオ番組ってなかなかないですしインターネットでもですね、えー、ちゃんとアーカイブ残してくれるところないんでなかなかなので本当になんか人生の転機だななんかちょっとあの今コロナで大変になりましたとか、まあ、人によってはリストラされましたとか人によっては起業しましたとかあの会社に辞めましたとかいっぱいあのシーズンあると思うんでフェーズあると思うんですけどそういう時にあえてこのねあのねあ週刊のラジオ やりましょうあの本当に自分自身の心が大きく動くような時にあのこのこ毎週あるラジオの中で自分の心を安定させることができるので非常にですね生産性というのは高まるんじゃないかなというふうに思いますそしてもう一つこのラジオの使い方って言った時にですね僕自身がこの「週刊送り人」 1>, 1年間やらせていただいて、まあ、正直言ってビジネスはうまくいきましたはい去年よりも稼げましたでなぜかっていうとここで番組中にですね多彩なゲストさんとお話をするんですけどあのここ50分の番組枠があるんですねでこれもまた重要で50分話し続けるっていうのってなかなか皆さんも普段の経験ではないんですよその誰かと話すでもやっぱ1時間とか、まあ、飲み会とかね あのしてればだらだらだら世間話できるんですけどラジオ放送ってやっぱりこの番組あこのねあのやっぱり画面を通してだったりこの音声を通じて皆さんあの聞いてくださってる方がいるかもしれない少なくともラジオの局のスタッフは聞いている、えー、さらに、えー、その後ですね収録後にゲス,トの方ゲストの方々のお客さんとかですね 今度ラジオ出たんですよ、なんか2週間後にあのアーカイブで流れるんで聞いてくださいねみたいな形でですねあのそういう方々多いと思うんですよねでそうなった時にそのゲストさんのお友達ゲストさんのお客様も聞いてくれるってこともあってあんまねあの変な雑談はできないんですよやっぱり実のある話をしなきゃいけない実のある話をしなきゃいけないんだけど50分も時間があるとなってくるとまあ生い立ちからいろいろ聞いてくわけですよね で、追い立ちから聞いていくと、大体ね、ほとんどの人には、やっぱり行動とか、今こうなったって理由がちゃんと見えてくる。子供の頃貧乏でした、子供の頃お金持ちでした、えー、中学校の時モテました、モテませんでした、えー、高校の時、大学の時こうでした、社会人になってこうでしたみたいなものを聞いていくと、あだからあなたはこういう形なのねっていうのが分かってきて、好きになるんですよね。で、このね、ゲストさんを好きになると、 あのゲストさんに対して何か何提案してあげたいなとか何か役立つアドバイスだったり何か役立つ人脈だったりっていうのを、まあ、ご紹介してあげたいなっていうのもあるし向こうもこっちをあの見ててくれてで木下君結構ラジオうまくさばくねとかうまく自分を引き出してくれてありがとうみたいな形になってその後ですね何か一緒にやりましょうとかっていう話にすごくなりやすい。これはね 50分番組をぜひ皆さんがやる中でゲストさんを呼んだ時にあのぜひね、あのー、ある種自分がしビジネスしたい人ビジネス自分が尊敬する人この人とつながりたいなって人をゲストで呼ぶってすごく面白いしすごくつながる。あのー 人によってはですね、ラジオ番組、まあいろんなところでラジオ局があります。で、ラジオも今、世の中的に大変、運営大変なところも多いので、やはりその一番組いくらっていう形で、番組枠をね、ゲストさんに買っていただくみたいなあの形で運営される方もいます。えー、それはそれで全然あのや、払っても出たいっていう人たちいっぱいいるんで、まあ、それでいいと思うんですけど、ある種、自分の中で逆に、あのラジオ番組はもう自分であのなんとかしてるんで、ぜひ出ひきてくださいって、ゲラはないですけどね、みたいな。 感じでですねあのゲストさんを呼んできてでここに来てもらうっていうのはう非常にあのビジネスミーティングができるよくあのエレベータートークとかねエレベーターの中にいるこの 30, 30秒とか1分の間で社長にプレゼンしてそしてうまくいくんでさせるぐらいの技術を見つけなさいみたいな営業マンさんとかよく、ね、そういう本とかあったんですけれどもこのラジオをねあのビジネス空間にしてしまうっていうのは非常に面白いですしこれにトライすると。 あのまたさらにですねラジオをやってその後活生かすっていうことができてくると思いますなので今言った週刊番組を持つことそしてこの中でお互いにビジネスお互いというか自分からその何かしらビジネスをしたい人一緒に組みたいなって人を呼ぶっていうことをまずやっていただけると次につながるかなと。で さらにですねもう一つあるとあの言わせていただくとやはり、えー、っとこの番組というかやっぱりスタッフさんも本当に素晴らしい方々ばっかりなんですけれどもあのをやっぱり目標設定ですね。あのー、何かしらただ単に僕ね「週刊送り人っていう名前って別に「送りばん聴者」じゃない自分でまだ。 まあ、去年のが稼げてなかったのでそんな自分がもっと上に上がりたいなっていう形でこの番組を「送り人」ってつけたんですあの目標でさらに高くしたいなっていうふうにあったんですけどその目的意識その番組を作る時にこの番組をやってる間に自分はどうなりたいんだ単純に自分の自慢話をしたいんだっていうふうな自分だったら多分ねこの1年間の成長なかったと思いますね。はい、なんかその番組やる時 まあこれは本当大前提の話かもしれないですけどこの番組をラジオ番組を持ちますでそのラジオ番組をやりながら自分がどうなりたいかあのー、っていうのを示しておくってすごく大事だなと思いましたで特に僕ねえー、8今年の8月とか8月じゃないかな、えー、春先ぐらいまで春先あとまあこの番組がまああと半年ぐらいでまだあるなーみたいな頃っていうのはなんか お金持ちに自分もな,な,な,なりたいな、もっとなってたいなとか、まあ、去年に勝ててるかなみたいな、そんな感じだったんですけれども、この番組がね、終わるっていうかなんか、番組、とりあえず1年間で終えようって思ったんですね。で、ゴール決めて、でとりあえず1年間あのやってみて、そこの時のゴールであの、また判断しようっていう風に思って、で、単純にもう1年でやめるという風に、まあ、春先、ちょう夏前ぐらいにですね、決めて。で、思っていたら、この8、 7 8 9でまあ今10月なんですけれどもなんかね追いついていくんですよねその自分の目標に本当になんだろうあのー、飛行機がブーンって最初滑走路を飛ぶじゃない滑走路を走るでしょでもう最後ギリギリはあともう何メートルでやった時にふわっと飛ぶんですよね一気にでそのままキューって上がっていくあの感覚だから最初は あのラジオをやっておそらく多くの人がじゃあ僕と同じようにじゃあ何かしら志を立ててラジオ番組を通じて成長したいラジオ番組を通じてもっと豊かにもっとなんか楽しくもっと人生をうまくやりたいなって思ったとするゲストさんも呼ぶでもね半年とかぐらいはうんこれでうまくいくんかなーみたいな、うん、でもまあとりあえず気持ちは安定しやすいし、まあ、ある種毎週ラジオがあることによって自分自身の安定感があって救われてるなーみたいな。 ところを感じながらあのまあでも結果結果ってそのお金っていう面ですね多分人物金の順番で世の中動くんで人が来て物がまあ、情報が来てお金が来るんでお金最後なんですよだからそのお金がついてくるのがね一番最後だから上がってる感しないんですよねずっとうわーって低空飛行だっていう風な低空飛行っていうかもう滑走路だってなるんですけどこの最後になってふわって浮いてくるんですよねでねこのふわって浮き上がり方が本当とやばくて あれああれあれって感じで、えー、人生変わっていきますもうこれはね、あのー、去年の今頃あのそれまでずっとラジオも MC、あのー、だったんだけど誰かを引き出す役だったり、えー、講演会セミナーを開いても司会をやってて誰かにあの登壇していただく人だったりっていう形をっあって基本的にメインで話さない自分がメインで話し始めてでさらにそのメインでめ話し始めたら今度いきなり。 ね、あのー、800人とか入るコロナ禍ですよコロナの中で800人も入るから通常2三千3 0 0 0人入るここうところですよで講演するぐらいのところをいただく一気に飛躍するっていうこのなんていうんだろうな、まあ、ある種下積みっていうか分かんないんですけどこの,あの滑走路ずーっと疾走してる時間期間っていうのがやっぱ必ず存在するっていうところでやっぱり目標を決めていれば最後にね 子があってくるこの面白さこのね、えー、体験していただくと、まあ、このラジオ番組を持つっていうこの意味メリットそしてそこ,こにね鳥小屋ずりさんでやるメリットっていうのが非常にですね、えー、体感できるんじゃないかなというふうに思っています。で僕はあのー、まあねせっかくなのでこのあとね10分後ぐらいにゲストさんが来るんで、えー、それまでにですね僕自身の目標というか。 今のえ次なる、えー、展望を話すとですね、えー、僕自身は、えー、去年まではですね、まあ、ある種、まあ、暗号資産業界で、まあ、ちょっといろいろ勉強してきましたでお話もさせていただきますっていうのが去年去年大きく変わったところでしたで、えー、去年今年にかけて、えー、実際にですねその話しながら今度は、えー、自分自身がそういった方々に まあその暗号資産でもっともっと楽しみたいもっともっと勉強したいっていう人のために場所を作るようになったんですね、まあ、実際もともと僕プログラマーなので、まあ、そういうシステム的な場所を作り始めたんですけども、まあ、それがだんだんうまくいってきたっていうところもあるんですがそういうですねみんなが、えー、使ってもらえる逆に言ったら僕みたいな人間去年の僕みたいな人間を輩出するような今度は場を作る僕自身そうですね去年の僕自身がプレイヤーだとしたら今度は。 ある種オーナーというかなんだろうそういうフィールドを作る人ですねになる、まあ、ある種ラジオ番組のパーソナリティだとこのラジオ局持つみたいなねまあそういった、えー、自分になっていっているというところがあるのでこの次はですねそれをまた強化していってで僕自身がですね一つやっぱりなんかあのサービスいいよねまあその裏には僕がいたりするかもしれないんですけれどもまあそういったですね皆さんに役立てる場を作って 僕みたいな人間僕みたいに去年の僕みたいに何かしらなんかねあのー、成功してんだともうコロナで大変だし世の中も大きく変わってきてでまあみんな大変なんだけどでもコロナ禍で自分は何とか生き残りたいだけじゃなくて生き残るだけでコロナ禍で何とかして上に行きたいなっていうかこの逆風をうまくね あのー、乗り越えるだけじゃなくてその逆まあ、タコですがねタコってほら風がが強いいほど上上高く上がるじゃないですかだからじ単純にこの風を耐えしのぐだったら地に足つけてグッてねこらえてえなんとかしてこの風から耐えようってあるんだけどタコになってしまえばあの上にブーンって風が強ければ上に上がるんですよね。だからこのの発想の転換 っていうところに行けてくると、また面白いと思いますし、それをくれるのが、えー、ラジオなのかなというふうに思ってます。なので僕は次はですね、やはりこのラジオ、鳥小屋あずうりさんがですね、えー、実際にこの曲を作ってくださって、僕ら、えー、プレイヤーの人間にあのー、フィールドをね作ってくれたように、今度は僕が、えー、多くのこの視聴者の皆さんのためにフィールドを作ると。 いうですね、この次のステージに至っていくので、えー、ぜひです、ね、楽しみにしていただきたいと思っておりますで、えー、ここでですねえー、っと今日のスペシャルゲストさんがですね、えー、来てくださったようなので、えー、お呼びしたいと思いますスペシャルゲストさん<笑><笑>ぜひですねお越しくださいよろしくお願いしますはいありがとうございますはいそれも持っていただいてただいま転換中ですので一旦プロレスのはい 我々の大会の画像を。出させていただいております。視聴者皆さん、少々お待ちください。失礼します。音は入ってますね。はい。音は入ってます。はい。はい、そうです今、ラジオ。これ、僕、あの、見に行くやつですね。はい。ありがとうございます。うまくできてますかね。はい、それを真ん中に。あ、こっちに分けますね。こっちに分けます。はい。すみません。いいよ。じゃ、こちらこそ。ちょっと待ってくださいね。はい、はい、はい、はい。はい。 いけるかなはいはいえーということでですね<れ>、えー、今日のスペシャルゲスト、小町局長です。よろしくお願いします。あーおー、おはようございまし、はい、すいません、あのー、まあ、今日という、はい、記念すべき日に、スペゲストとして読んでいただきまして、本当、はい、に光栄でございます。ありがとうございます。いやもうね、この、いいでしょこの紅白みたいなね。<laughs> <laughs> あのー、すごいめでたいみたいな卒業をね、この祝うぐらいのこの紅白のめでかさ確かにあのー、体つきもガリガリです紅白神が<う> <laughs> すごくいそ、ね、うな <laughs> みたいな、なんかね 実は、ですね本当にこの小町局長とこの番組を通じて知り合わせていただいて非常にやりたいなというところがあって僕、さっきまでね鳥越アズウリで毎週番組を持と1年間ぶっ通してやれとゲストさんを口説くつもりで。 あのいいゲスト自分が憧れるゲストを呼んでちゃんと目標設定番組鳥越さんで1年やって何になりたいのか半年でも1年でも1年でも0年でもいいんですけどどうなりたいかって目標設定してっていうその3つをですねお伝えして私もちろん拝聴しておりましたのであの本当にの嬉しいお言葉を頂いておりましてそのまあ我々この鳥越あずうり FM というのはですね、はいえー、ちょっと他の局とはやはり、えー、異なりまして、はいえー、MC の皆様がもう主役我々あの放送局なんですけども我々で企画というのは、えー、お手伝い。 という形でもう皆様が目標、えー3えー、半年後にはこうなってたりとか、うん、半年後にこれを得たい冠番組を持つことでこういうことを達成したいというものに向かって皆様が企画をし、うん、持ち込んでいただくと我々がお手伝いできるのはその100%の企画を 150%200% にさらにこう盛り上げたり視聴者の皆さんに分かりやすいようにこう画面に。 ウェブのページであったり画像であったり、えー、をお出ししてこうお伝えしやすくすると、はい、ただこの放送局なのにですね、えー、自ら企画をすることはなくてですね、えー、もう本当に皆さんに使っていただく放送局というものを目指しておりますので、はい、もう先ほどの,あのお話も聞かせていただいてすごくあの局のビジョンも ご理解いただいていて、ね、て、て。もう本当は自己実現というかっやっぱりその、まあ、僕自身もね前にやってたっていうのが非常に企画、えー、まあ自分でやるわみたいな感じだったんですけれども、はい、やっぱこの自分自身で作っていくだけじゃなくてこのね、はい 鶴瓜さん、まあこのね、あの小町さんのこのなんて言ったらいいんだ、このビジョンがすごいのは、はい、やっぱりそのラジオ番組、増えてるんですよね。ありがとうございます、もう本当にありがたいことにですね、はい、もう皆さんの本当、お力添えで。いや、だから、あのー、去年の10月を開局じゃないですか、はい、開局当時って何番組ぐらいだったんですか。 三十から四十ぐらいで,、ね、ですよね。でしたね。はいで。それが今八十超えてそうですねありがたい本当にありがたいいや倍ですよ倍増。あのわれわれ毎週だけではなくて、はいえー、月二回ですとか、はい、という形でも冠番組をお持ちいただけますので、はいうん、まあ番組数としてはほんとにおっしゃるとおり1近く 1> ですよね。はい。 やっちゃってるわけですよ。おかげさまで、もうあの寝る暇なくですね。いや、朝から。ないと思いますよ。だって通常あのラジオまあ収録のねラジオだったらまあ音声あの音源のねあの修正とかかけますけど、ここはやっぱりその一回録画してそれをまた配信しなきゃいけないじゃないですか。おっしゃる通りですね。これがまたねあの大変だったり。はい。まあもうもう基本な放送ですので、もうもうもうなんて言うんでしょう。えー。 もう一回一回が本当に勝負ですしたとえ、ね、番組は埋まっていても、うん、そこのスタッフ含め私含め、はいえー、気を抜くわけにもいかないですし、うんはい、皆さんそれぞれあの大変嬉しいのは本当にバラエティーに富んだ番組、ね、皆さんそれぞれ目的が違う、はい、というところに、まあ、我々はどれだけ、えーはい、寄り添って目標実現をしていただくか、はい、というところでまああのー、ね こう正直番組によって動画がたくさんあったりなかったりとかという、はい、この操作性の技術的な部分の難易度の差はあるんですがやはり皆様が目指されているものをここで達成していただく、うんはい、で私がこうスタッフに常々言ってますのがやっぱり終わった時に「あのうん、今日楽しかったですありがとう」と言っていただけるような、はいえー、おもてなしを、はい 業務をしなさいとこれは決して技術的なところだけではなくて、まあ、今ごスタッフがえガラス越しに見てちゃんと相づ打ったりリアクションをしたりというところも含,ふ含めてですね、はい、MC の方がやっぱり楽しそう、はい、楽しそうだからリラックスして本当に伝えたいことが伝えられる、はいはい、だからファンがつくだから皆さんの目的が達成できるというようなロジックですのでいやーもうこれ素晴らしいですよあのやっぱり。 スタッフさんも結構ねどんどん増えていくのがこれなんだこれみたいなこの間ねからそれこそ放送作家の200%とか足立さんが来られた時にここスタッフ多いよねみたいなこんだけ回してるってすごくねみたいな話をしててですねとんでもございませんいやだから番組数が増える倍増するしスタッフさんも増えてるしさらには大阪でとかねっ局が。 まもなく、えどうも来年の4月5月春ごろに予定をしてましていやすごいですよいきなりもう開局2年経たずにそうですねはいもともともうこの授業を始めるにあたってのビジョンがもう全国にですね60拠点を開局しようといやいやいやこのねえそれこそ YouTube を使ってますけどはい ある種、ラジオって下火じゃんみたいな中でですよ、<laughs> その志っておもろいですよね <laughs> あ,すあ,ありがとうございます。あのーはい、やはり、われわれの特色としましては、この実はスタジオの工事なんかもですね、うん、まあ代表が運営する電気工事の会社。はい もございましてま、えー、アズオリというタレント事業そして電気工事の会社、うん、この2つが合わさったことで自社でスタジオを作ることができたというのは非常に大きいです、うん、でまた独自のサーバーを開発してますので、はいはい、まあ、いわゆるもうノウハウが全て自社にあると、うんあ いう状況でさらには全国展開してるまずフランチャイズで放送局やってる局なんてない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 んですが我々も空いたところここも皆さん視聴者の方はスタジオだけなんですが実際に外出ると楽屋ですとか他のお部屋もあるんですが普通のフラットな事務所だったんですねその事務所をスタジオにしてしまうという空きスペースを があれば放送局できちゃうっていうところが、うんはい、実はあの結構すごいいやすごいですしあと、はい、そのやっぱ FM じゃないですか、はい、ちゃんとあのこの一帯は聞く予定よっていうのが、はい、やっぱあるのがね ありがとうございます一つだけ訂正をさせてくださいトリゴワズリ FM ややこしいんですが FM は飛んでないんですえ何が飛んでるんですかじゃあインターネットテレビで全世界でインターネット環境があれば動画でご覧いただけるとああそうなんですね皆様にはラジオは音から情報を得るという定義とさせていただいた時に動画を流してそのままどこかに置いて音で楽しんでいただくことで十分ラジオの 機能果たせると考えてでまあ FM をつけた理由としましてはご覧いただいた画角がですねテレビではないと歌ったり踊ったりはできない編集もしないですしということで「鳥越あずう FM」という名のインターネットテレビ。 ああ、面白い。ちょっと、一年越しに行きました。ご説明が足りてない。面これ世の中的になんか、いや、こういうのありますよね。だから、ありがとうございます。あ、そうなんだ、みたいな。いや、僕としては、この YouTube で、結局、あの、最後、あの、2週間後に、やっぱり録画出るじゃないですか。で、それが結構、あの、やっぱゲストさん喜んでくれて、嬉しいです。 あの今日僕があの幼少期から掘り出すので、はい、だから、ね、僕のプロフィールだよ見,、えー、見てねっていう形でみんな使ってくれるんですよで、はい、それがねあのもう機能を果たしてるのでありがとうございますいやだから、ね、本当、ええ あのー、ここはすごいなっていう、うん、ありがとうございますあのーまあ、放送局実は出身とか、はい、私も含めてなんですが芸能界放送局の、はいえー、経験者がいないんですね<お>我々、あのー、ちょっと待ってくださいまたすごい事実を誰かいるかなと思ったんですよ、あのー、そうなんです私も実はこの前の、はいえー、入社する前はニートはい おっしゃれまして、ニートからちょっと曲調に転生するというあの、なうですかあの、あの、あの死んだらニートから世界転生というものだったの、転生したら局長だったけん、そうです、はい、そうなんですあの本当にそあの私 Facebook にそういう風に今書いてるんですけど、いやいや、あのまあまああのニートの前はもちろん普通のサラリーマンとして、ずっと会社勤めをしておったんですけども、ちょっとコロナの影響 会社ににななりりまししして、少ニート満喫がら、ゆっく次の仕事そでです休だもうその時にちょっと開局直前のこのトリゴワ釣りと出会いまして入社することになったんですがえはい。 の代表がですね、はい、その先ほどちょっと申し上げたト、はいえー「アズーリ」という、えーはい、芸能事務所、うん、プロダクションをやっておりますただ、えー、このプロダクション実はこの曲を開局するために、うん、やっていて、はい、実際はあのー、まああんまり言うと怒られるんですが、はいえー、ほとんどの活動が。 あるもいいのってう。代表一人で。代表さんはすごい頑張って以前コミュニティ FM の立ち上げに携わった時にやはり全く芸能事務所もやってないとか経験がないということで結局最後いいとこまで行って話がダメになった時にそこで代表高橋非常に悔しい思いをしましてもう。 だったら自分でやる自分でやるんだけどやるためには木下さんですとかいろんな方に番組を持ってもらうためにはやっぱり人脈とかこういったノウハウとかもいろんな方のご協力がないとできないので人脈作りのためにと言っても過言ではないそのアズーリを立ち上げましてえそのやっぱ悔しさって大事ですねんかその。 やっぱりできなかった、まあ高、高橋さんができなくて、この番組でき、はい、僕もだから、去年仮想通貨うまくいった時もあって、失敗も大きくして、はい、これ、なんか誰かに預けて失敗するんだったら、もうこれ自分でやるわ、っていうふうになってきたのがやっぱ今年だったので、はい、で、それでうまくいったんですよね。はい、だからやっぱり自己責任っていうか、自分で、悔しい思いして、これあったら自分でやるみたいな、これはね、本当、 やっぱり、一つの成功要因じゃないかなっておしゃれだと思います。はい。ねえ誰かに任、で、うん、やっぱり、あのー、局長になられて、はい、多分、人生、大きく変わらなかったい,かいや、もう、ガラッと変わりましたね。考え方ですとか、ね、ま,あまず、このように、え出させていただいて、ペラペラしゃべれるなんていう人間ではありませんでしたし、はいはい、いや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 、絶対しゃべれるだと思います。 あとあのすごくあの言われて面白かったのはですね、はい、あの入社した頃はもうあのつるつるのなんていうんでしょう年齢の割にそう若い、はい、だから苦労してないんだろうっていうのが結構役員とかも言われてまして、はいはい、最近あのご覧の通りなんかすごい顔濃くなってきましてああ多分その寝てないとかま <laughs> <か> <laughs> あまあそういう要因もあるんでしょうけれど、はい、ただあの本当にですね <laughs>、はい、あ今までねその会社勤めをして、うん、なんかちょっとできたような、はい 気になっていたりパワーポイントで立派な資料を作り、はいまあ、役員に報告し承認を取ることで評価をされてきたところから、うんまあ、本当に自分でこの局、はいまあ、やったことないですけど生もう何か全てが、はい、わからない中で1年何とかこう運営をしてまいりましたし、はい、おっしゃっていただいたその番組がやっぱり増えたというのが一番結果として、えー、<ー>リターンがわかりやすくてですね。 いやだからこの1年って、やっぱすごいなっ、はい、からその10月10日に帰って僕は10月12日から番組やるじゃないですか、はい、まあそういった意味ではいや1年 1>、はい、この1年でもう本当に人生を、はい、コロナ禍でみんなつらいですし、えー、大変だったのにもかかわらず、はい、なんかその人間的成長度が、うん、ドンって上がったっていう。えーえー やっぱり代表も私も含めてなんですがそのコロナをの状況を見ていた、はい、まあ大阪はちょっと一旦延期にはしたんですが鳥小屋ゾリ,リ FM も、はい、昨年の10月、まあ、いわゆるコロナ禍の中で本当に立ち上げるか立ち上げないか、うん、もう迷ったんですが今勝負しないと、うん、もう多分一生できないとできないですねはいおっしゃる通りですややりたたいいとと思った時にやらないと、はい 今、えっと、こましくして大育成になるわけです私、36になります、そうなんですよ、やっぱりね、僕42なんですけど、どんどん置いていきますよ、まずね、やる気なくなる、あの、ちょっと経っちゃうと、あ、もういっか、みたいな、番組やろうみたいな、やるじゃないですか、でもなんか、勢いで、どんって、なんか好奇心があった時に、すぐ動いていかないと、それ、癖づけてないと、無理っすね、なんか。 私本当に逆で若い頃から結構ずっとやる気なかったんですよ。じゃないですので先ほどこんな偉そうなペラペラしゃべるような人間ではなく基本的にこういう目も薄く教室で無言で友達も少なかったですし兄弟しちゃっアニメばっかり見てて。 でなんかもうねこんなところで言うのはあれなんですがもうなんか人生いいやと、はい、サラリーマンで、はい、まあそこそここうやっていけば、うん、それが自分の人生だぐらいに勝手に決めつけをしていましてそれが本当にあのご縁とうちの代表役員しかりという力を借りて、はい、まあスタッフももちろんですし m 皆さんのお力もいろいろ借りてようやく。はいうん 自分でやっぱ切り切開くというか、はい、自分で考えて自分でやりたいことを実現するというところが勝手に諦めてただけで本当はそういうことしたかったというあですっことに、ね、めっちゃ向いている<な>ので本当ねあの<っ>ぜひ番組を持っていただいた方、まあ、小町局長とか、ね、スタッフさんとぜひコミュニケーション取っていただくと面白いんですけど、はい、あのフォローもそうなんですけどやっぱりあこの人小町さんは特に。あの もともとやってたんじゃないんですかって思うぐらい向いてますよね。センスなんでしょうね、多分その掛け合いとか、はい、ちょっとした番組、えー、じゃあこれどうですかとか、これやってくださいねっていう、えー、なんだ指示とか、はい、まあアドバイスだったり、うん、まあそういったすべてが、多分高発局長、向いてたんですよね。あ高橋社長に感謝って、大量感謝ですよね。 やっぱほ他の放送局だったらういのう芸能関係の仕事だったらまた全然違ったかなと思ってましてその我々本当にその日本一尖った放送局という形で放送業界芸能業界のいわゆるこうするのが一般的みたいなルールとかそういったことを全く知らない。 うんうん、でやっぱりこうやった方が面白いだろう、はい、こうやった方が MC の方が喜んでいただけるんじゃないかと、うんえー、最初開局の時は本当にもう MC の皆様にもう,、はい、もうもうもう本当におんぶに抱っこ状態だったのがいえいえ、はい、うようやく今いやこうやった方が絶対 MC の人喜んでくれるというところに立てるようにな,り、はい、なってきましたので、まあ、そういう曲だからこそ私も曲調、うん、が楽しめて、えー、いる い,いや、どんどん進化してますよ、<ー>本当にだって、ね、こう S まあ、サウンドエフェクターも入って、はいろいろここにブザーもあって、ね、スタッフさん呼べたりとか、<や>あとこうなんか言えば、ホームページ出してくれるとか、なんかね痛、痛い、かゆいところに手が届くっていうか、<お>もう全部できるっていう、だからもう逆に言えば、今後、はい、多分小松局長が目指す、<で>まあ高橋代表が目指すもの、小松局長が目指すものあると思うんですけど。はい まず小松局長はどこを目指すのかってこれからおっしゃる通りですね、はい、あの私はですね、はいまあ、やはり、えー、まだまだその経営者としては、もう勉強過程ですので、私がもうまず目指すものというのは、局長不在でも。 うん、MC の方がご満足いただけて生放送はもう全部問題なく放送できるこの状態を目指すというところを目指すそういう日ありましたよ <laughs> <laughs> いやいやいやあの最後帰りすれ違う時ぐらいしかない時とかでもありました全然回ってましたよ普通基本的にはあの、はい、オフィスで私こう放送見ながらですので、はいはい、やっぱり常にあの放送の 半分以上は頭にありなならのの仕事なので、はいうん、どうしてもこう全く別の未来の仕事とかそれこそ、まあ、これから局を全国60拠点開局する、うんはい、じゃオーナーさんをフランチャイズでやっていただける、はい、オーナーさん探しの旅とかっていうところはやっぱりね面白いなでも,でもやってほしいな,なんか、はい、オーナー探しの旅は多分ね需要ありますっていうか僕ね、うん 去年、あの全国を、はい、呼ばれて初めてなんですけど、それまでずっと都内とかで<っ>あのセミナーやるぐらいだったんですけど、はい、全国各地でセミナーやるようになって、はい、沖縄とかいろいろ行かせてもらったときに、っやっぱね、その時土地土地ですごい素晴らしい方々との出会いがあって、そこに行かないと、また掘り起こせないんですよね。知りですあのやっぱ知ららなないいいいだだけけっってててううううのが、はい、トリゴアズールはそう思ってまして知らないだけでこういう、はい 誰しもが番組持てる、うん、誰しも発信できる場所があったら、うん、絶対面白いこととか、うん、絶対面白い人はたくさん来るしいい。るんですよ。はい、こ本当ん,んか世の中ってれそれこそなんか世の中のお金持ちって結構たくさんいるのも最近僕は。うんうん やっぱあのー、自分がそういう、ま、4あ四五5人の、ね、コミュニティ持つようになって、はい、うわこんなみんな金持ってるのとか <laughs> コロナ禍でみんな貧乏なんじゃないのみたいな <laughs> でそれが覆される、うん、あ東京に面白い人集まるだろうと思ったら、うん、地方にいっぱいいるぞみたいないらっしゃいますねますね、はい、これは、ね、局長の多分 あのラジオ MC 探し旅は、これ普通にあのドキュメンタリーでやったらいいです。よ面白いですね。ね、だからあの例えばね、ここ今いる曲のあの MC もみんなあの土地土地で地方から出身もしょうじゃないですか。その人に地元案内してもらって面白い人紹介してもらうみたいな。面白いですね。その地ずつなぎではないですけど、でも本当にこうありがたい。 やっぱり「リ越アズレ FM」に皆さん番組をお持ちいただいてそれをこうお知り合いの方、はい、ビジネスパートナーの方、うん、まあいろんな関係者の方が、うん、あの番組やりたいんですっていうふうにおっしゃっていただけるようになりまして、うん、最初、ね、最初の頃なんて本当にあにこの「アズパンのポスターだけで、はい。はい 何が何だかっていう営業、あの曲が開業します <laughs> よ。よくそれでやりましたね。<laughs> よくそれでこの辺のお店 <laughs> みんな置いてくれますね。<laughs> ポスター貼られてるんですよ、えー、この辺りいい。いや、はいや最初の頃はやっぱりでも、はい、あの絵体が知れなくてなかなか皆さんもこうなんでしょう、えー、あれ、はい、冷たいなっていう感じではあったんですがやはりこの動画があることで、はい、非常にわかりやすいの、はい、伝わりやすいと。 いうことで、まあようやくようやくなんとか一年というところで、いやそしたらぜひですね皆さんあのこのね小松局長のこれから全国アンギャもですね期待しながらさらのですねトリコレアズリ FM の発展をですね期待しております。ありがとうございます。僕ね今日これプレゼントなんですよ。これ番組に増加なんですけどねいつでも使えるように。

ありがとうございます。そうすい残り時間、ね、1分程度であの、はい、恐縮なんですけど、本当にねあの、小町局長と、そしてスタッフの皆さんのおかげ、そしてお声泳けいただき村さんとかも、たくさんの方々のおかげで、えー、この1年間やらせていただいてて <laughs>、まあ、うまくね、本当、ラジオやって儲かりました、僕は。<laughs> あの去年より今の方が全然僕はビジネスうまくいってますし、うん、人間的成長もしていただいてますし、うん、さらに未来が明るい、あの本当ね、 このコロナ禍でもう本当と暗くなるんだけどやってよかった、それはやっぱりさっき言ったラジオのこの空間であの自分が尊敬する人と話していく、でその人たちはファンになって応援してくれること、うんうん、そして自分が夢を持ってこうなりたいんだっていう、うん、それを持ってえラジオをやっていくこと、でさらに半年ぐらいは結果が出ないんだけどもうね期間を決めておくこと、やっぱり1年頑張る、3年頑張る、10年頑張るでもいいんですけど。 それで鳥越さんに臨むとですね、非常に面白いことがあると思います「いますはい、えー、週刊送り人、と」、1年間ありがとうございます本当の1年間で僕はお、まあ、送り人に近づけたんじゃないかなというぐらいの本当にいいご縁をいただきました、えー、これからたくさん税金払って、ですね、このままに、えー、貢献していきたいというような人間になると思いますのでぜひ皆さんもですね、えー、週刊だけじゃなくても一生送り人にですね なっていただけるようにこれから僕自身も頑張りますし、はい、このこまし局長を含めてですね 2>、はい、第2第3の僕みたいな人間をですねこましさんそしてスタッフの皆さんにですねサポートいただければと思っておりますはい、はい、ということでこまし局長にも来ていただきましてありがとうございますおかげび,びと1年間、はい、1> ありがとうございましたありがとうございました皆さんまたどこかでお会いしましょう,い,やあういます